お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、皆さん大好きこちらの小屋小屋デッキやっていきたいと思います。さあ、お待たせいたしました。小屋小屋デッキのスケキン型ですね。まあ、今までね、小屋小屋のアーチャクイ型、そして小屋小屋のゴールナイ型ね、出してきて、みんな思ってたと思うんですよ。小屋小屋のスケキン、スケキンまだかな、小屋小屋スケキン型はまだ出てないけど、そろそろ早く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 ってね、みんなな思ってたところだと思うので、今日はね、小屋小屋スケキン型やっていきたいと思います。で、ファイボとかはね、もうないですね。なんと珍しく小屋小屋の U のが入ってる、まあもうほんと物量デッキですね。もう親衛隊ザッピーで、まあどっちかスケキンいて、追い U の追いマザニク、そして後ろから小屋小屋来れば、まあ止まんないよねっていう、まあほんと物量デッキで、ああやっていきたいと思います。もうね、数でね、ご利用しますよ。止まんないですから。これね、めっちゃ強いんですよ。なんか意外と、相手のね、奥のマザネクとか、ウィザードとか嫌じゃんってなるじゃん。そしたらね、出さなきゃいいんですよ。なんか、攻めなきゃいい。逆サイドいけばいい。そして。だから、ウィザードが来たなら、まあ、じゃあ、後ろからゆっくり行って、親衛隊でね、はい、正面からね、ボコボコにしてあげる。であと、相手が出してこないなら、まあ、ユーノとかでね、プレッシャー与えたり。まあ、出てきて、逆サイドをスケキンでね、こやこやスケキンで攻めることができるので、あとね、スケキンの、スキルはね、やっぱ、こやこやがね、いきますよね。だから、君もこや？この、やっぱ、いっぱい死ぬじゃん。こやこやって、ユニットがね。そしたら、もう、スケキンのスキルがね、すぐ溜まんの。そうか、もう、スケキンのためのできる。おー、待ってくれ。もしかして、君、お友持ちか？待って待って、友達来たよ。ガチの友達や、これ。こや友や。いやー、君もね、わかってるね。こやのね、楽しさ。この沼にはまっちゃったんだね、君も。さあ、というわけで、ちょっと嫌ですけどね。普通に小屋ミラーはね、したくないよね。間違いなくしたくない。で、相手は、まあ、ムーとホバ型なので、まあ、普通の、よくある型なのかなと。まあ、僕はやっぱね、この、ユーヌいますから、あとスケルトンキングもいますから、まあ、今回とか特に相手がタルババとか、そういう方を使った瞬間にもスケキンのスキルをね、発動してしまえば、相手はね、終わりです。さあ、そんなわけで、まあ、後ろに置こうかな。やっぱ高めに置いちゃうと、ホバとかでね、壊されちゃうんでね。あと、小屋小屋できて意外とユーノの受けがきついので、そうそうそう、これユーノでね、プレッシャー与えれる。しかもムート壊れたら、熱いナイス。で、もうね、このデッキの恐ろしさはね、これからなんですよ。ザッピー、セパー、親衛隊。で、どっちかに、スケキンとか、真ん中のマザネクとか、プラスユーノをすると、止まんないんですよね。まあ、今回相手のね、ホバとかすごいね、嫌だなって思うかもしれないんですけど、もう関係ない。関係ないんですよ。行くんすね。で、どっち行くかっていうのは悩みなんですけど、まあ、やっちゃったね、これは。やっちゃったんですけど、これ見てください。スキル、スキル使えるんでね。マザネがこれいるのかって話なんですけど、まあもう、スキル使った。タルババ使った相手。ってことは、もしかして、お疲れ様です、ゲーミング。いやー、やばいな、俺。ちょっと待って。ごめんなさい。俺の方お疲れ様です。さあ、でも、まあまあ、でも、思ったほど、なんかすごいなんかピンチではないよね。だからスケが頑張ってくれてるね。オッケーオッケー。さあ、で、もしかしてメガネと来たりする？来たりする？まあでも、ここでユニット来たら、普通にね、一旦蓋してから考えようね。一旦蓋して、相手はここ突破しようとしてますね。俺は突破されたくないんでね。さあ、頑張って守りましょう。頑張って守りましょう。ユウノのね、突進とか、まあ、あとこのちっこいやつにね、いろいろ頑張ってもらって、オッケー。オッケー。いやでもここ耐えてしまえば俺ダメージめっちゃ買ってるんだよね。オッケー、そうダメージ買ってて相手もね、焦ってる。やばい、これ待って。入ってない。やばいやばい、待って、やばい、これやった？もしかしてやってもうた？やってもうたかもしれんな。これやってもうたな。今絶対大丈夫だった流れだったのに。いや、でも、ここをね、耐えられるのがこのフィジカル王スケキン様です。オッケー、やりごぶ頑張って。いや、なんで1試合目から500なんだよ。最近俺の動画こやこやしかおらんよな。本当にやばいよね。で、ちょっと怖いのが、やっぱこの左のね、こういうダメージ。これ入らないよな。大丈夫だよな。さあ、ちょっとオーブに飛んでもらって、キング軌道も狙いたいけど。いやー、これやばい。マザネクね。俺のマックスマジマザネクなんで。あとは、右にダメージを稼ぎたいね。右にダメージ稼ぎたい。端前親衛隊はね、まあ、ありっちゃありだよね。流れをね、しっかり見て。いや、相手これ結構やってんのよ。多分ね、結構やってるから。コスト使ってるから。さあ、出してあげて、マザネクでね、戦いながら。まあ、こうするとね、相手のムードとかもここで壊せると熱いんだよね。大体メガネとはスケキンで受けていこう。受けていって、さあ、高めに出して、よいしょ、処理して、まあ、あと陸がね、少ないので、基本的に小屋小屋、小屋小屋じゃねえ。小屋小屋か。やばい、待って待って、やばい。
汗汗汗、ちょっと待って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 、頑張れ頑張れ、オーブンオッケー、よく頑張った。いや逆側入ってる、やっぱ U のがね、 U のがね入ってる。これねしっかり自陣入ってから、で、あのマザネク、待って、やばいやばい、自陣入ってから、しっかりしっかり自陣入ってから、あ待って、右が入ってる、右が入ってる、カオスすぎる。待って待って、これ相手気づいてね、相手気づいてね、右がね、どすこいどすこいどすこい、あぶねー、いやーふういや怖すぎるやろ、初戦から怖すぎるやろマジで。まあちょっと今回ね、スケギンのこうスキルをね、あんま使える場面がちょっとむずかったですね。むずかったんであんま使えてなかったんですけど、まあメガナイトのね受けですごい優秀でしたし、あ待ってくれよ、え今日パーティーだっけ、あーよかったよかった、サボラね延命しよう独特な人気だな。でやっぱ本当にね、親衛隊ザッピー組んでやっぱ逆サイドというかどっちからスケキンが強いんですよね。やっぱ小屋小屋ってウッドとかタルパパとか、まあ、ヤリゴブリンとかね嫌なんで使うんですよ、ザップとかもね。だからそれがこうね、スケキンのこうよりなんていうんだ、輝く場面を作ってくれるというか、結構本当にねスケキンのスキルで勝つみたいな、すごい地獄映像を埋めるんですよね、物量で。ちょっとそれをね狙っていきたいよね。さあまあなんか単純なオーブンが嫌だね、単純オーブンが嫌なのと、まあこういうのね新鋭でいいんじゃない、よいしょ。まあスケキンでも受けれるし、ユーノでも受けれるし、新手でも受けれるんで、まあ相手に対してね良さそうなので受けるのがいいかな。でどっちがこれ攻めてあげても良さそうだけど、さミニペック使った、でウッド使った、まあ今本当はスキルが輝くよねっていう感じだよね。さあロリーババで下げながら、あーなるほどね、これでもミニペ入らないから、まあ、これぐらい良しとしましょう。あとはまあ小屋小屋なんで、しっかり小屋をね置いていくのも大事ですね。当たり前なんですけど、小屋置いていけば置いていくほどスケキンのね、スキルもやっぱ生きていきますから、20体スケ出るってやばいんですよね。あとねなんかスケキンって結構円が広いんですよ、スケラのような円からあのスケルトンがいっぱい出てくるんで、結構タワーに近いところですね、まあ、相手のタワーのほんとこの辺とか行ったらスキル使っちゃえば、なんかほんとタワーの横ぐらいからスケが湧いて、もうねなんか強制 4,5 発スケのダメージ入って結構稼げるとかもあるんで、なんか意外とね相手のタワー付近まで行ったら打っていいっすよね。まあ行かなくても打っていいんですけどね、全然。さあそんなわけで、いやーもう俺のターンが来そうですね、これ間違いなく俺の時代じゃね。まあスケキンとかも出しながら、でスケキンのこれね逆にね親衛隊多分4とかにね数をねいじった方がいいね。さあこれで、まあ、スキルもねちょっと使っていこう。バルキリ来たんですけど関係ねえよなそんな、いや関係あるか、いやでもバルキリーを突破して、いやしかも見てこれね、左をねスケキンのスキルと言うので、ね、突破しようとしたら右が落ちるんですよ。いやこれなんですよね、このなんかどっちが対応するとどっちが対応できないんですよね。いやこれね、ね小屋小屋理論、小屋小屋最強説あるよな、どっちかだって範囲攻撃のね、今回さっきバルキリーでしたけど、バルキリーでどっちか使ってきても逆がね、まあまあ止まれな止まらない、まあでもなんならバルキリーの方もね突破できてたんで、さあマジ地獄っすね。であのちなみにユーノの枠はねファイボとかの人もいます。そうなんでまあ全然違ってもいいんだけど、なんか意外とユーノがね刺さるんですよ、やっぱ小屋小屋で陸を使わせてからの追いユーノに陸受けなかったりするんで、ユーノも結構僕好きっすね。さあちょっとねスケギンのスキルもねいい感じに刺していきましょう。ほんともう後半やばいっす、後半止まんないっす、新隊ザッピーでスケギンのスキル使ってみたいな、で逆サイドにね追いユニットで、あーこれちょっと位置が痛いけど、まあまあまあ、でコカッちゃんです。まあコカッちゃんも結局あのプリンセス処理できないんですけど、もう物量なんですよね、プリンセスの処理を考えたらダメなんですよ、考えない、親衛隊ザッピーで、あとはもうねスケキンならスケキンなりマザニクなりユーノなりもうつけちゃえばいいんですよ、考えるな、だからユニットをね何をどうやろうみたいな考えるからダメなんですよね。もうこれはとりあえずプリンに対してユーノがマスキング合わせてあげて、ほんとね考えなきゃいいんですよねクラロワって、簡単な話で、いやこれはね、まあ、テスラがあるんでねちょっと悩むとこですけどね、ファイスピー、いや優秀、ほんとマジでケツザッピーからの端前親衛隊で、まあ、ユニット追加ねできれば最強ですね。今一旦小屋置いてザッピーからのみたいなね、ユーノで回してオーブンもう一回置くっていう手もあるよね。さあ、で、相手は左サイド削りたそうなんで、ここでね、右にね、オーブン置いてあげて。さあ、ロケット打ちにくいよ、これ。むずいですよね。まあ、ここは一旦タルボボでと。
バレルは樽で、うお、樽で守るサイクルと、その次はね、どっちか。マザリングとかで守るサイクルいいね。いやー、やばくね、ファイスピ。ぶっ壊れてたな、今。いやー、しかもこの小屋もね、相手嫌ですから。この小屋嫌なんだよな。でも相手あれですね、過剰防衛せずにね、ほどほどに守ってくるのはね、うまいですね。あー、でもこれ、端前プリンいない時のね、これやばいっすよ。皆さん、わかりますこの地獄。で、これね、言うのは届くんで、深夜帯とかに竹取ったぐらいのタイミングで走らせます。歩くんじゃねえ。歩くんじゃねえ。走れ。で、もうね、スケキンとかも行っちゃったけどね。まあ、なんでもいいんですよ、別に。別にとか言って。なんでもいいんですよ。で、タルババとかでね、プレッシャー与えてあげて、そしたらね、これザッピーも守んないといけないんですよ。これスケキン見て。やばい、ほら、もうやばい。スケキンのスキルで、しかも範囲でないとぶん殴ってんのよ。で、ね、スケキンの方に打っと絶対打つじゃん。そしたら、ザッピーとかね、ファイスピの方が生きるっていう。やばくないこれ。えぐいよね。これやばいね。やめたくなるよね、これは。いや、やばすぎるんだけど、強いんだよね。結局。最近、小屋小屋ちょっと多いんだけど、普通に強いんだよね。いや、まあ、これがね、やばいね。まあ、小屋が強いというか、このマザネクとかザッピーが強いっていうのもあるんですけど、噛み合うとよりやばいんだよね、マジで。楽しいけどね。いや、マジで気持ちいいんだよね。まあ、なんかが生きるからね。なんかが刺さんのよね。さあ、よろしくね、と。まあ、とりあえず、しょっぱなね、小屋を置いていきましょう。小屋置いてからが、まあ、このね、デッキの始まりみたいなところね。で、スケキンってね、範囲がね、30% なんか強化されて結構広くなったんで、ね、意外とこう、ダーククリみたいな扱いもできるし、まあ、ジャイみたいな扱いもできるしっていうので、結構いいんだよね。さあ、今回の間、トリトンか。トリトンロイフグはね、珍しいけどね、クエイク型でなんか一時期使われてたのがあったっすよね。なのでクエイク型だったら嫌だよねっていう感じ。まあこれは引っ張られてもうちのマザネクなら勝てるんじゃないのか。いやー見つめ合うだけ。さあ、でこれはまあさすがに新エテリンジよいしょ。おう全部の盾剥がしていくこんな感じになるんだ、知らなかったよね新エテリンジ新隊あんな感じでね、年下のことないからな。さあ、まあ、新衛隊ローフグ、いやでもハンターだったな。ちょっとまだわかんないですけど、まあ、ロイホグのね、ゴルナイおじちゃんバージョンという感じで、守れそうなちょっと守っていきたいね。で、相手のスペルがまだわかんないんだけど、クエイクではなさそうなので、いや、これね、スケキン行ったら熱かったね。相手だって陸技もトリトンぐらいしか多分なかったと思うんで、激アツだった気がするな。まあ、でも一旦落ち着いてもいい。いや、相手マジで一生端前来るな。端前ガチ勢だ。で、まあ、ハンターなのか分かんないけど、まあ、一旦ね、もうオーブン置いてステイですね。で、スキルこれ、ちょっと使いたいけど、やっぱスキルの数がね、多いのが強いんですよね。そう、6体ぐらい出したところでみたいなのがあるんで、まあ、一旦ここはステイでいいよね。で、これはまあ、ええ感じにメガナイトで、あ、でもこれあれだ、全走りゲーミング。いや、すんごいな。あ、やめちゃった途中で。なんでやめたの。いや、親衛隊がね、いいよね。こっち、逆サイクルよね。いや、優秀か？やめてー！あー、俺の小屋に手を出すんじゃねえよ。さあ、でもここで、もう一回ね、しっかり小屋で。あとは範囲もね、つけながら。なんかすごい、なんか変な試合って言ったんだけど。いや、すごい試合してますけど。まあ、まだ我慢の時かな。メガナイトロイフか。メガナイトがやだね。やっぱハンターにね、俺のこのスケキンのスキルがあんま刺さんないかもしれないっていう。さあ、でもこれね、後ろからやっぱね、こう罠を張るかのように後ろから裂いて、さあこっちにちょっと走ってもらってね。で、まあメガナイトいるとはいえ、やっぱこのセパレーター強いからね。いや、でも相手もザッピやんのか、なんか同じようなデッキですね。嫌っすねこれ。じゃあ一回これステイさま、一旦我慢です。まあ、メガナイトはこの子で受けてあげてね。ファイブマッタっすね。よいしょ。さあ、で、まああとはしっかりユニットでね。え、待って、俺のこのさ、何人にも当たらないタルババ、世界一やばいよね。ね、世界一やばいタルババをしていくが、まだスケキンのスキルのタイミングで、ね。いや、相手も陸系多いからね。陸系対陸系みたいなデッキですからね。ザッピー、トリトン、ゴルナイ、メガナイってやばいよね、これ。マジで陸しかいないんだね。いや、こっちちょっとあんまなんか怖いんで、やば。怖いんでって言って出したのにさ、全部無駄にしたよね、このゴルナイ。さあ、えぐい、なんかえぐい対決をしてるんだけど、まあこれがクラロワの醍醐味みたいなとこあるよね。さあ、後ろからスケキンでいっちゃいます。マザネク出して、まあ5ぐらい使ってもらってね。さあ、5使えよ、5使えよ、刺されてくる。
そこカウンター狙っていきたいが、突進ね、突進したいんだ。突進ザイモンだね、君。突進ザイモン、突進しない、やれ。いや弱っ、ちょっと待って、スケキン弱すぎん。まあ、これはね、相手結構防衛苦しいタイミングじゃないのか。攻めよう、いや攻めよう、マジマジで。でユーノの突進とかもこれ左目がないとだな。いやどっちだ、どっちかになんかダルスんで、どっちかになんか出したい。でもどっちか絶対止まんないんだよ。はい、オッケーオッケーオッケー、勝ったからオッケーなんかわかんないけど、勝ったからオッケーですね。でまあこんな感じで相手に陸受けが多いとやっぱちょっと苦しいね、苦しいイメージがあったんですけど、まあさすが小屋小屋デッキですと、粘りがちですね。さあやっていくぞ、よろしく。スケキンのスキルね、ぶっ刺したいね。やっぱ最後の最後にでも刺さる時が来るので、序盤使いたくてもまあ我慢でもいいかもね。樽とかザップとか、それこそね範囲系のカード使ってからあると思うんだよね。ほんとスケキンってペッカーとかもね、意外とそのスキルの使うタイミングとか噛み合えばもうボコボコにできるんでね。そう、単体系にはマジ強いね。さあ、あーいい雪玉これは。いやーと思いきや俺の言うのは天才だった。さあこれ置いてみましょう。でダクプリ言うのか、ダクプリ雪玉か。あスパーキーちゃんじゃね、これ相手地獄を見ることになりそうだぜ。まあ、ライトニングとかか分かんないけど、まあ俺はね相手陣地のスパーキーどうにもできません。まあ、でもスパーキーに新エタ当てるって感じで、それ以外はもう本当になんかのんびりしていけばいいですよね。のんびりのんびりいこう。であとオーブン置きたいね、オーブン置いて、オーブン置いて、よしよし、これでね、スパーキー削れていくんでね、あの子ら。なんだ、ザッピーこれ殴るよね。いや、ナイス。いじめて、いじめて。で、ミリ残りにしてくれれば、あとはもうね、ザッ、新エンタで蓋するだけっていう。うん。さあ、で、ユッキーか。これ、ライトニングのスパーキーかな？ぽいよね。ライトニング型。でもこれ、新エンタで蓋して、よいしょ。いや、めっちゃ高い。で、まあ、どっちかにね、やっぱ、メガゴ的な、エリックか。これで、ああいうのこれ絶対逆、これ右だったな。あえてエレキメガゴ使って絶対コストなかったんで。で、これタルババ添えて、マザネコを延命して、みたいなね。ああ全然思った通りにいかんけど、左めっちゃ入ってたっていうのが小役はですね。さあ、ほんとね、僕が調子乗らなければ、あえてライトニングなんでね。やっぱもうライトニング使えば、あちくいなんとかなるやろっていう、まあ、俺も思います。はい。誰も思うんですけど。となるとね、小役に勝てなくなります。おめでとうございます。あなたはね、地獄の相性を引きました。というわけで、さあ、まあ、これ、槍ゴブとかに行ってね、一回クッション置いてくれるんで。で、あとは、まあ、ザッピー、一応セパですね。で、警戒して、まあ、多めにね、出していって。で、あれはもうね、本当に、親衛隊でね、やるだけです。で、事故るのだけ気をつけてね、しっかり蓋してあげて、まあ、相手もね、突破できないって分かってるんで、このほどほどに攻めてきますよね。で、ここでね、逆サイドがいっちゃうんですよね。で、スキルも使ってあげてね。あ、タルババサイトですよ、これ見て。タルババサイト、ことによって、地獄、しかも見て、気づいてない。気づいてないの。タルユキ咲いちゃったから。あっちゃー。これね、で、相手はね、最後の希望でね、突破したいんですよ。突破したいんですけど、ザッピーが無理なんですよね。ザッピー無理なんですよ。しかもこれ、またなんとか、新一体回ってきちゃって。なんならスケキンのスキル使えるんでね、コストがあれば。しかも全部溜まってる。熱い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 。で、これ死んでもスキルだけはやるから、え？熱い。あ、これ誰かもう、もう絶望絶望。おめでとうございます。はい、小屋大将にね、選ばさせていただきました。ナイスです。というのがね、小屋デッキです。はい、皆さん。やばすぎるわ、マジで。いや、マジでね。やばすぎる。いや、本当に楽しいのよね。これがクラロワしててね、最近一番気持ちいいまであるね。それちょっと持ってますけど。まあ、というわけで、今日、こやこやのね、スケキン型ね、言うのもね、結構いい味出してたと思いますので、皆さんもぜひね、使ってみてください。まあ、こやこやね、チャンピオンなくても余裕で組めます。まあ、ここね、ファイボでもいいですし、なんならムートエリババとかにね、してもいいですし、本当になんぼでもこやこや組めるので、ぜひね、皆さんもね、こやこや使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。